おはようございます。今日は、はい、今日は現場力養成勉強会っていう勉強会。宇治信用金庫さんが、はい、まあ、ちょっとスタッフさんに、うん、歌詞鍵講師っていう職業がどんなものなのかっていうのを、はい、まあ、ちょっと教えてくださいということで、はい、今お願いされまして、はい、まあ、今日に至るということです。おー、はいはい、それはその歯科技講師という職業の人に今後融資をするための材料にするみたいな、そんな感じですか？まあ、まあまあそうですね。あ、まあ、歯科技講師じゃなくても例えばクリニックでも、はい、歯科技講師ってこういう仕事だからっていうのが、まあ、知識があるだけでも多分融資にはつながるんじゃないですかね。ああ、まあ話もできますね、そうすれば、はいはいはい、ああ、何十人も来る前で立って話すわけですね。そうですね緊張してますか？緊張してますね分かりました。はい、はい、はい、じゃあお願いします。はい、紹介していただきました、株式会社ブレインの和田幸之介と申します。お願いします。まず今日は簡単にその歯科技講師っていう職業を知ってもらおうかなと思います。2014年に富士に帰ってきた感じです。僕 YouTube も2年半ぐらい前からやり始めてて、まあ、ちょっと技講師っていう職業を知らない人が多いので、技講師っていう職業を知ってもらおうと思って YouTube を始めました。まず皆さん歯科技講師って知ってる人ですか？知ってる知らないですか？知らないです。ざっくり知らない、聞いたことない。ああ、知らない。あ、知ってます。知ってます。マリオミリオ。あ、知らないです。まあ本当知らない方が多いと思うんですけど、どういうことやってるかって知ってますね。変わった音って、はい、その型に合わせたら、はい、こう詰め物とかを作るみたいな。あ、そう本当に言った通りで、入れ歯とかもやってますし、矯正とかで、うちはその磁気を専門でやってまして、セラミック、そういうのを、まあ、うちはやってます。で、技工士って、開業される方が多くて、多分日本だと8割以上は一人でやってるところが多いんですよ。日本の全国の歯科技工士の中で50代以上がその6割ぐらい占めてるんです。なんで10年後20年後ぐらいになるともう歯科技工士がほぼほぼいなくなってる。で、新たになってくる技工士さんもすっごい少なくって、で、離職率もすごい高いって言われてて、辞める方も多いんですよ。もう本当技工士って検索してもらったら、技工士って書いたらその後にブラック、長時間労働、低賃金、もうマイナスのことしか出てこないですよ。そんだけちょっとあんまり良くないこの業界ってちょっと言われてて、まあ、僕はそんなことないと思ってるんですけど、もうそういう言葉が先行しちゃってて、もうやろうって思う人がちょっと少ない。市内はどれぐらいいらっしゃるんですか？あ、市内です。市内の状況、そのあたり70件か100件ぐらい。ごめんなさい、自分もちょっと前に出てたんですけどすみません、ごめん忘れちゃって。でもそのあたり実際触ってみますよ。で、その後、僕がちょっと一回やってみるんで、誰か代表の方、型を取って、石膏を流すやつが、まあ、こういう形でいって、実際つくのは、ここの歯です。ここの対象の歯がここの歯なんですけど、これと一緒の歯作りたいじゃないですか。の方が綺麗なんで。前までは、ここにワックスローみたいなやつをこう流して、この形にしてたんですよ。こう、手で。これでもう反対の歯がそのままここにはめ込められるっていう感じです。岩下さんからこういう風な歯の形にしてほしいとかっていうリクエストみたいな。ああ、ありますよ。ありますあります。まあ左右対称の方がいいなっていう感じでやるっていうケースだとか、もうちょっと補足してくれたら教えてもらって。はい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 。ありますあります。今この僕がデザインしたデータを先生にデータで送ることもできるんですよ。向こうも 3D でこうやって見れる。さっきデザインされたやつがこっちで出てくる。
して今チョークみたいにめっちゃ柔らかいですよこれ。これジルコニアっていう材料なんですよ。本当にチョークみたいな感じです。学校で使うチョークみたいな、うん、これを9時間釜で焼いたらこれになる。削っていこう。削るね。削れるんですね。めっちゃ硬いんで全然違う。釜で焼くことは、まあまあまあそうですね。釜で焼いて初めて買った。お疲れ様でした。どうでしたか。いやもう疲れましたね。いやでもなんか聞いてる感じなんかこなれてきたんじゃないかななんてちょっと思ってたんですけどね僕は。いやいやいや、予定時間は1時間予定時間は1時間で、はい、結局40分ぐらいで終わりました20分巻きですね20分巻きぐらい、はいはい、まあ、話すことなくなっちゃって、最後に感想聞けばよかったですね。あ、そっか、確かにね。この説明で分かりましたかっていうね。確かに、ね、理解していただけましたかみたいなね。無理じゃないですかそれは。さすがに俺の説明プラス40分ですよまあでも流れだけはね、実際デザインとかやってもらったりとか、なんか話しとけ伝わってもらったりとか、ジェルコに伝わってもらったんで、はい、あ、こういうものなんだなっていうのは、うん、ちょっとでも思ってくれたんじゃないかなと思いますけど。そうですね、はい、でやっぱ現場だからこそ言える、うん、ね、発言みたいなやつもありましてね、はいはい、これはちょっと流せませんけれども、そう、すごい面白かったです僕はどういう意味でお、暴露ったと思ってまあでもそういうことが面白いです。そうですそうですね、はい、まあ、もしこういう何ですか、勉強会というか、はい、こういうこと喋ってほしいよとかいうもしあればリクエストあれば、はい、いきますんで、はい、ちょっとでも11月12月してやってほしいかな大丈夫です、この動画が流れるのそんなに緊張じゃないのでということで、何かあれば、はい、リクエストください、はい、またコメント、DM でもご意見あれば、はい、また送ってください、はいはい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。